ただいまから平井大臣の記者会見を始めます。はじめに大臣からご発言がございます、はい、よろしくお願いします。まずはデータ戦略の取りまとめの状況についてご報告します。26日にデータ戦略タスクフォースを開催して、包括的データ戦略の案が取りまとまりました。で、今後政府として正式に決定しようと考えています。データ戦略については、年末一時取りまとめが行われまして、課題の、頭出しをしました。で、今回はこれらの課題に対して、具体的な対応と実装に向けた方向性を取りまとめたものでございます。具体的には安心安全なデータの流通を担保するトラスト基盤として認定スキームの創設が提言され、認定基準の在り方などの論点を整理しました。データを連携するためのプラットフォームについては、民間のデータのやり取りを阻害する要因を払拭するためのルールについて整理するとともに、医療、教育、防災などの重点的に取り組むべき分野についてプラットフォームの方向性を提示しました。ベースレジストリーについては、具体のデータを指定して課題の整理を行うということになりました。いずれにしましても、今後デジタル庁はそのデータのオーソリティとしてデータ戦略を推進し、新たな価値を創造していきたいと考えています。もう一つ、次は、ワクチン接種記録システム VRS への接種記録のデータのダッシュボードの公開についてであります。VRS は4月12日の運用開始から約1ヶ月半が経過して、直近では1日30万回前後が入力され、日々数字は着実に積み上がっています。昨日より VRS の接種記録のデータについて、足元の接種の進捗状況を知っていただくことや、データの分析等をしやすくすることを目的として、ダッシュボード化しまして、政府 CIO ポータルや官邸ホームページに、これは一部ですけれども、掲載させていただいております。記者の皆さんにはリンクを送付していると思うので、ご覧いただければと思います。特に IT 室の政府 CIO ポータルでは、マシンリーダブルなデータ形式で、データのダウンロードも可能になっておりますので、研究者とか技術者にもお使いいただけるのではないかというふうに考えております。これはまず皆さんご覧になっていただければと思います。私からは以上です。はい、それでは質疑に移ります。質問のある方は挙手の上、社名氏名をおっしゃってからご質問いただきますようよろしくお願いいたします。時事通信の堀内さん。時事通信の堀内と言います。冒頭ご発言あった、VRS のそのダッシュボードなんですけれども、大臣としては具体的にそのデータを公開することによってどういうふうにこう活用してほしいというかですね、期待感のものがあればお伺いします。今国民の一番関心事はやっぱりこのワクチンの接種の状況だと思います。で、地域的な特徴もありますし、それぞれ自治体がその積極的に大規模接種会場を整備したり、いろんな取り組みがある中で、自分の住んでいるところはどうなのか、そしてどのようなその状況にあるのかというのをその公開していくということは非常に重要だと思っています。そして総理も非常に野心的な目標を掲げて、ワクチン接種、ありとあらゆる方策を今進めているところですが、その正確な状況というものを、その刻一刻と変わっていくわけですから、それを国民に知っていただくというのは非常に重要だと思っています。で、またあとこのデータは、その人流のデータであるとか、その他いろいろな他のデータとの関連性等々は研究者の皆さんにとっても、非常に関心のあるものだというふうに思っておりますので、正確なデータをできるだけ早く
お出しをしたいというふうに考えています。まあ、そしてこのワクチン接種の記録がこのデータベースに各自治体の管理のもと残っているということで、これが非常にやっぱり次のワクチン接種に向けて基礎的なそのまあいわばベースレジストリーになるというふうに我々考えています。はい、他にございますでしょうか。読売の重松さん。読売新聞の重松です。富士通のシステムに対する不正アクセス、省庁の内部情報漏洩について伺います。デジタル庁に関してはこれから民間の持つ最新の技術や知見、これらを相当量取り込みながらシステム開発を進めていくことになると思うんですけれども、そういった点を踏まえると、システムの穴というのを完全に防ぐことは不可能と思うんですが、例えばゼロトラストなどといういろいろこう手法あると思うんですが、どういったセキュリティ強化策というのが一番リスク軽減に有効だと効果的だとお考えでしょうか。はい、リスクの情報システム、関係業務の委託先である富士通が管理するプロジェクトウェブ、これは業務管理の情報共有ソフトですけど、に対して第三者から不正アクセスがあって、ニスクの情報システムに関する情報が一部流出したということは聞いています。原因や情報流出の範囲については今調査中であると聞いておりますが、同ツールの利用をすでに停止するなど被害拡大防止対策が講じられて、5月27日時点においてニスクの情報システムへの不正アクセスは、確認されていないと承知しています。デジタル庁ではですね、ニスクとも連携して情報システムに関する整備方針においてサイバーセキュリティについて基本的な方針を示し、その実装を推進するとともに、デジタル庁にセキュリティの専門チームを置いて、デジタル庁が整備運用するシステムを中心に、検証監査するということになっています。その中で委託業務先とも緊密かつセキュアに連携して整備運用を推進する必要があると考えておりまして、委託先における情報システム、情報セキュリティ対策の履行状況を確認するということとともに、委託業務においてインシデントが発生した場合は速やかに報告を受けて対策を講じる、委託策を踏めた情報セキュリティ対策を強化していきたいと考えています。はい、どうぞ。読売新聞重松です。もう一点お伺いします。大臣は22日のオンラインの会合でですね、デジタル庁の人材に関して人間的なセキュリティクリアランスの必要性に言及されていました。どの程度のレベルを求めようというふうにお考えなのでしょうか。セキュリティクリアランス制度が日本がないという状況の中で、それでも、ちゃんと業務に支障のない人材を集めていくという、問題意識を私自身お話をさせていただいたわけですが、重要な情報を取り扱うというデジタル庁において、適切な情報管理を実現するためには、そのデジタル庁で働くすべての職員がその職務の内容に応じて適切に定められた情報の取り扱いに関するルールをしっかりと理解して、それを遵守していくということが何よりも重要だと思います。そのためデジタル庁の発足に合わせて庁内に設置することとしているコンプライアンス委員会において、幹部を含む全職員を対象に国家公務員法上の守秘義務の内容や情報の取り扱いに関する研修を計画的にやっていきたいというふうに考えています。そしてある程度の人間的なセキュリティクリアンスがないといけないと思っているというのも私の本音でございまして、すべての職員がその職務の内容に応じて適切に定められた情報の取り扱いに関する、ルールをしっかりと理解して遵守していくことが重要で、先ほどもお話ししたようなえー
研修等をやっていこうというふうに思ってます。そして採用にあたってはその履歴書等を出してもらうということで、経歴をしっかりと確認するということと、まあ、幹部人材による面接、これも複数人による面接できっちりとまたコミュニケーションを図るということで、まあできる限りのことをやっていこうというふうに考えています。新しいセキュリティクリアランスの制度を作るというのは、これは別に、どこかで議論をされる話なのかなというふうに思いますが、今我々がそれを検討しているということではございません。はい、他にございますでしょうか。朝日の、中島さん。朝日新聞中島と申します。よろしくお願いします。私も採用についてお伺いしたいんですが、今第2弾の採用が進んでいるところだと思うんですけれども、第1弾の際は1400人の応募があったということが話題にもなりましたが、第2弾の応募状況というのはどうなっているのか教えてください。あと先日オンラインイベントでデジタル庁が一番人気だというお話もありましたけれども、優秀なデジタル人材の確保という面で、現時点での手応えについてお聞かせください。お願いします。これはちょっと事務方に具体的な数字は聞いていただきたいんですが、前回よりもさらにその幹部に近い方々を今回募集してますので、人数は前回よりは減っているというふうに思います。全体の数は、しかし相当数の皆さんが応募してきていただけるので、面接の方も大変だというふうに思うんですが、今正確な数字を持っているわけではないので、やっぱり10倍以上ですね。40人の募集に対してやっぱりその500人程度の応募はあるということでございます。はい、他にございますでしょうか。毎日の後藤さん。毎日新聞の後藤です。オリパラアプリ統合型入国者健康等管理システム、4月16日の記者会見で大臣、機能縮減によって圧縮できる予算額について、精査中ということでしたけど、1ヶ月半ぐらい経ちましたけども、その後このアプリ現状どうなっているんでしょうか。今ですね、契約変更の最終調整をやっているということで、基本的な話し合いはもう大体終わりましたので、契約変更ができたらその詳細を発表するということで、来週はできるね。来週の頭には具体的に金額も相当下がりましたし、余分な機能を削ぎ落として何を残してその何を捨てたかというようなこともはっきりさせたので、あとは契約変更して納品をいただくということだと思います。オリンピック後の活用についてはインバウンドで使うっていうの当初はありましたけど、要するにオリンピック後に使うというふうに今想定しているのは情報連携基盤、これは CIQ 等々で使うところと、そのアプリのソースコード、アプリの一部ですね、これを要するに将来の日本の詐称システムとの連携も含めた要するにインバウンドのシステムとして、その基盤に使えるだろうというふうに考えています。要するにオリンピックのためだけに作っているものはもうオリンピックだけで終わってしまいますが、当初からそのオリンピック後も視野に入れたものに関して言えば、ちゃんとその後おそらくそこはデジタル庁が中心となってそのシステム改修ということになるというふうに思っています。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして記者会見終了させていただきます。はい、ありがとうございました。